長野地方検察庁は、長野県長野市にある日本の地方検察庁の一つで、長野県を管轄している。略称は、長野地県。長野県を管轄しており、長野市に設置されている本庁のほか、上田、佐久、松本、諏訪、飯田、稲に支部を設置している。2008年1月10日、大阪発長野行きの特急に乗った、松島隆二副検事が、 下車予定だった JR 松本駅を本人の過失で乗り過ごしたにもかかわらず、裁判に間に合わないから何とかしろと車掌に申し立て、田沢駅で臨時停車させたという非常識な事件が起こった。その後、松島副検事の代わりに、当時の高森高森自席検事がお詫び文を伝えている。なお、松島副検事は2008年4月1日付で、 福岡区検察庁へ移動した。2006年度から2009年度にかけて、刑事事件の証拠品のうち所有者不明のものについて、随意契約で売却を実施したが、その際、買取業者に対し、他の業者の見積書も用意させるという、不適切な依頼を行っていたことが判明した。別業者の見積もり提出を依頼、長野知県、随意契売却で、 読売新聞2012年1月5日ありがとうございます。